お前もレジェンドって言われるいきなり対戦したんですよ、日本シリーズ。一言でソフトバンク多いですよ、やっぱりフルスイングっていうのは。なるほど、多く入ってるっていうこともあると思います。さあ始まりました、迷宮会チャンネルでございます。今回もね、豪華な2人をお招きしましたが、進行を務めさせていただきます土屋亮と申します。はい、どうぞよろしくお願いします。さあ早速レジェンドの2人ご紹介しましょう。東治さんと立浪和義さんです。お願いいたします。いやいや、もうパリーグのレジェンドと、もうセリーグのレジェンドでございますから。お前もレジェンドって言われるの？もう一応51歳ですよ。あ、そうなの。あれレジェンドでいくつからや。いやいや、もう記録やもう思い出に残るもうレジェンドでございますから。似合わんなお前レジェンドっていうのは。まだ早いです。ただ今日はあのセリーグをあの背負っていただくので、はい、あの先輩後輩関係なしにちょっとセリーグとパリーグの魅力をちょっとぶつけていただきたいなというふうに思うわけなんですが、2人は、WBC で共にコーチをされてたというところでは共通のところですもんね、2013年。そうです、はい、それ以外のなんか共通なところとかあるんですか、接点というか。接点、ゴルフぐらいしかないんじゃないの？、ね、まあ、あの迷宮会、自分がまだ入る前ですね、で、毎年ハワイでそういうコンペやってる時とかに、うん、東野さんとゴルフやらせてもらったりして、まあ、非常にあの入る前から可愛がっていただいた大先輩です。後輩としてどうですか、辰巳さんは。僕はあの一番覚えてるのは日本シリーズの時に1年目の時で、はい、じゃあ僕はちょっとその時は現役で、その次の年に現役やめたから、現役、そうですね、接点があるんですよね。そうなんです、はい、リリーフの方へ回ってたから、いきなり対戦したんです、日本シリーズ。おお、そうなんですか、はい、どういう対戦成績どうだったんですか、その結果は。それを言いたいんですよ、だからそれ言ったんです。すいません、恥ずかしい、聞いちゃいました。どうだったんですか。いやいや、僕はもうその3球とも全部覚えてます。あら、その前のバッターが日野さんですか。日野がさっきだったから、はいはい、初球かな、あいつ月2 でその次が立浪やった。はい、じゃあ2アウトで、2アウト3、はい、西武はちょっとこうリードしてたから、はい、3球で終わらせてましたよ。覚えてますか、立浪。覚えてます、覚えてます、もちろん覚えてるんですけども、だから清原さんにその東大さんはその打っても絶対そのゴロアウトしかならんと言われたんですよね。やっぱそれぐらいもうコントロールがもう抜群でしたよね。でももう翌年引退をされる、ね、要はそのキャリアのところとこれからっていうところでそこは打ち負かそうみたいなとか。いやもう全然ですよ、もうそんなの対戦できただけで嬉しかったです。そしたら対戦してみて、その先立浪選手の活躍、立浪さんの活躍っていうのは想像できましたか、東尾さん。1年目から野手で来るっていうのは珍しいですよね。はあ、スタメンで出てました。お前1年目でさ、打率とかどうやったの結果。でも全然ですよ、2割2分ちょこっとです。途中良かったんですけど、やっぱ最後もガタッと落ちて。でも1年目からこう日本シリーズでやってるっていうから、まあ、すごいというか、あんまり分かんないじゃないですか。セリーグとか、ね、まあ、交流戦もないし。でも初めて投げて、まあ、まあ、こんな感じです。外スラから入って、はい、多分いいスラ入って、スライダーばっかりだと思うんですけど、はい、3球とも。そうですね、うん、はあ。そういうような現役時代の接点がありながら、今日はですね、ちょっと、はい、まあ今年の、まあ昨シーズンの、2020年のプロ野球、ちょっとセリーグの立場、パリーグの立場からちょっとですね、ご意見いただきたいと思いまして、まあ日本シリーズでございます、ソフトバンクホークスの4連勝で終わりましたが、辰巳さん、この結果受けていかがですか。はい、いやまあ本当に一言でソフトバンク、ただ単純に見て投げる投手の球が速い、打者のスイングがすごい、まあそう感じた日本シリーズでしたね。それはやっぱりセリーグの中、リーグで戦ってる時にはやっぱりあまり見ない。いや巨人もすごいんですよ、やっぱ岡本選手がいたりですね、あの菅野投手がいたりすごいんですけれども、あれだけリーグ、ね、セ・リーグでダントツで優勝したチームがここまで無残に負けてしまうかっていうね、ちょっとセ・リーグ出身からすると非常に残念な結果ですよね。東山さん、いかがですか。あのスポーツ新聞の記事ですごい衝撃的に革命の年だったみたいなことをおっしゃってました。まあ、ここのとこ今パ・リーグの、まあ、シーズン中の、まあ、交流戦も含めてずっとこう勝ち越してるし、日本シリーズでも
かなりの勝率じゃないの、8割ぐらいあるじゃないの、8回ぐらいがあったの、この10年で。そうですね、ジャイアンツしか勝ててない感じですね。ソフトバンクが強いのは、やっぱり、なんていうんだろう、パワーピッチャーっていうか、日本シリーズで、例えば岡本、坂本にしても、先発のピッチャーからリリーフ出てくるピッチャー、まっすぐに対しても、全然こう、なんていうか、差し込まれて、不良、ね。これ、去年も4連勝だったわけじゃないですか。ですね、でも、去年のこの4立てよりも、今年の4立ての方が衝撃的だったような印象なんですけど、そこはやっぱ違いは。田島さん、やっぱありますか、この1年違う中で。まあ、初戦、まずね、千賀菅野というエース対決で、これでもし巨人が勝っていれば、またちょっとこう違った展開になったと思うんですけれども、やっぱ先発ピッチャーがもう本当に崩れたときに、短期決戦でもう4回ぐらいからつなげるピッチャーいますよね、ソフトバンクって。まあ、そこは違いますよね。やっぱ去年よりも上回ってた。ね、あとモイネロとかも打てないですね。ね、あれは。まっすぐは速いですし、あのカーブもね、鋭いよね。カーブの曲がり方が来るから。すごいです。こと違いで言うと、交流戦が今年はなかったですけど、それは影響はありますか？それはあんま関係ないじゃないですかね。それは関係ない。ね、それお互い様ですからね。あ、まあ、お互い、うん。でも去年より今年の方が衝撃的に優勝でやっぱ強かったっていう。これも正直言ってピッチャーでも、まあ菅野の、まあ絶対的なエースはいいけど。あとの先発ピッチャーのパワーの違いだとか能力の違いっていうのはもうこれもはっきりしてますよね。うん、これ今、まあ、野球ファンがみんな言ってるのはこれはセリーグとパリーグの差なのか、ただ単純にソフトバンクが強いのかっていうところで言うと、お二人はどういうふうに捉えてますか。例えば、いや、もうソフトバンクが強いと思います。ソフトバンクが強い、ね、パリーグというよりはソフトバンクが強い、ね、ソフトバンクがちょっと抜けてますよね、うん、東尾さん。いや、思いますよ。特に、まあ、今年、まあ、西武がちょっとこう、嘘がとか、まあ、ピッチャーもちょっと多かったですけど、その点、ソフトバンクっていうのはもう抜けてるというか、パ・リーグの中でも、やっぱり、まあ、不思議なことに、ロッテにえらい相性が悪くて、そうですね。なんでかなっていうぐらい分かんないぐらいだけど、あとは、まともにソフトバンクに立ち打ちできないんでしょ。いや、僕なんか、まあ、ライオンズファンなんで、まあ、あ、そうなの？僕は東野さんと何回かラジオで一緒にどこで文化放送。え、文化放送いたの？あなた名前何だったっけ？土屋さん。ラグフェアで土屋で音楽やってるんですけども、ゲストで僕も呼んでいただいて。あ、本当ですか？はい、前の日酔っ払ってさなんて話をしてましたけど。あ、そうでした。そら失礼しました。いいですか、はい、まあ、じゃあこれただ、じゃあロッテやライオンズが日本シリーズに行ったとしたら、こういう結果にはなってなかったですか？なってないですよ。なってないですか、やっぱりソフトバンクは強いという。そうですね。もうこれ DH 制だ、それが原因だとかいうふうなことをいろいろみんながやんやん言ってますが、辰巳さん、ここら辺いかがですか？いや、それだけが原因ではないと思いますよね、はい、ただ今回見遅れたような感じ、セリーグの DH ですか、うん、なりましたけど でも将来的にはどうですか？ DH 制の方はいいですよね。いや、それは理想的にはそのやっぱり、まあ、ピッチャーも含めた9人で野球だとか、昔のからの伝統というかあるし、まあ、DH だけだっても寂しいかも分からないし、難しいし、だからそれは何とも言えないけど、たださっき立浪が言ったパ・リーグの方は強く振る、例えば2ストライクまでフルスイングするっていうあれはすごいんですよ。ただ日 日本シリーズのあの回にパカーンホームラン打たれたりだとかするし、多いですよ、やっぱりフルスイングっていうのは。セリーグとしてはフルスイングだっていう練習方法、コーチングみたいな方向にシフトしていくなんていう、うん、いや、またこれがあの振ればいいっていうわけでもないですね。あ、そうなんですか、はい、まあ、たまたまあのそういう振れる選手がパ・リーグにドラフトで入ってるっていうことも、うん、とかあの、うん、パワーピッチャーがここの何年かはパ・リーグの方にドラフトで多く入ってるっていうこともあると思いますね。これやっぱドラフト9時の運ってとこもありますね。そうですね。それはたまたまで、あ、そうですか。うん、あれパ・リーグの方がいいんじゃないか。だいたいこの、なんか結構騒がれた選手がね、今パ・リーグに入ること多いかなと思いますね。うん、大谷翔平にしてもそうですし、マー君でもそうだし、大輔もそうだし、はい、対戦相手にソフトバンクがいるっていうことも近年のところはやっぱいい影響にはなってるんですよね。いい影響っていうか、ちょっと強すぎてどう立ち向かおうかっていうのは。手のつきようがないというか、長い1回2回やったらいいけど、シーズン通しではやっぱり
なかなか至難の技ですよね、これは。対戦チームにこれだけちょっともう反則ぐらいのレベルのチームがいるところで自分が戦うとしたらちょっとやってられないところありますか？いやまあそうですけど、そこをなんとかねしないといけないんでしょうけども、本当になんともならない時ってありますよねありますし、まして短期決戦となればあれだけいい、例えば千賀投手であったり、ね、石川投手であったり力のあるピッチャーが後ろがいるんで、先発ピッチャー飛ばすと打てないですよね。短期決戦だからこその強さがあったってことですかね、ソフトバンク。短期決戦って何があるか分かんないんですけど、まあ、ソフトバンクの、まあ、ピッチャーにしろ、野手にしろ、控えの選手の層が厚いもん、また。今年だって毎年、今、シュートが下がられたり、栗原が出てきたりだとか、いろんな選手が出てきますから。どうしたらソフトバンクに勝てますか？自分、皆さん、お二人が監督や、そのコーチ、まあ、選手だ。どういうふうに対策を練りますか？どうですか、完璧経験がある。先発やられをショートすればいい。モイネロを辰巳さんが今現役だとしたら、ピッチャーズは強力に攻めますよ。すでにセリーグナンバーワンかなって。